はいどうも、ショウティーブです。こんにちは、ナナです。はい、お願いします。お願いします。先日、大井チャンネルで、はい、ツーシームとか、なんか変化球投げてましたよね。あー、はい。彼に教わるのはダメです間違いなく僕に教わった方がいいと思うんで、はい、自分の今持ってる、スライダーとツーシームと、俺が教えたスライダーとツーシームの比較をしてもらって、はい、どうなるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。はい、お願いします。で、ツーシームですけど、ツーシームはさっき言った通り、一応僕の場合は縫い目の真上に置いて、ポイントなのが親指の位置、うん、親指の位置を少し外側と横にずらします、うん、それで投げるとクッと曲がる。それと中指をぐーっと開く。その状態で親指をさっきと同じ横にかけてこうっていうのと、あとこの縫い目あるじゃないですか。で、最初さっきは縫い目縦にこう書いたと思うんですけど、縦じゃなくて横にしてこのまま、フォーシームと同じ感じで、はい、これで投げる。で、親指ちょっと横にして投げると曲がるっていうのは、3種類が僕は今使い分けてるんですよ。すごい変化がちょっと違うんで、はいはいはい、それでやっていきましょう。ゴー。じゃあツーシーム投げてもらっていいですか。ツーシーム、自分の今の。はい、私全然ツーシーム投げたことないんですけど。大丈夫です。この間大井くんと投げてたやつ。いきます、ツーシーム。めっちゃ泣けてる。泣けちゃう。ごめんなさい。OK。お、いい感じ。OK。お、いい感じ、いい感じ。あ、あ、いい感じ、いい感じ。お、いい、いい。めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃ動いてな。めっちゃいい。もう教えることねえや。びっくり。いい感じ。お、おい。これちょっと教えることないかもしれないな。上にかけて、で、親指を少し横に、ちょい横にそうして、で、投げてみます。はい、でこれもまたくっつけるんですか。くっつけないですね。くっつけない、くっつけない、そう、はいはいはい、こうなの、ちょっと横に、ちょっと横に、ちょっと横に、はい、で、イメージははい、前でこう離す、はい、もうギリギリまでもう我慢して、はい、リリース、はい、なんか変化変わってないですか、さっきと。ちょっと真横に曲がった。嘘、真横にする。そう、さっき落ちたけど、かけて、いいっすね。ちょい横にして、ちょい横、これは指先がやっぱこう重要っすね。そうです、手首というよりかは指先をこう、指先を、そう、おお、いい。またなんか違うね。あれ、黒田のツーシームですか。あ、なんか今ね、前のやつはこう斜め下にシンカーみたいな感じ、沈んでいくみたいなね。そう、今のはこう真横に、真横に反対のカットボールみたいな。すごっ。もう一回いきます。え、すごい、え、すごい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 。ツーシーム向きだ、やっぱ上だから。じゃあ今度は中指を思いっきり目いっぱい開いてもらって、あ、そうそう、開いて、そう、さっきと他は同じ、はい、いきます。でリリースの時に指先は強くガンだけど、腕の振りを少し弱める。弱める。おお、難しい。難しいよ、指先を強く。あ、そう、おお、そう、そうそう、縦に。すごい、面白い。あんまり私変化球詳しくなくて。マジですか。適当にやってましたね。面白いな、いろいろ。おい、おい、いいね、いいね、面白い、いいっすよ、楽しくなってくる。いいっす、いいっす。じゃあ、はい、縦ラインを横にしてもらって、そう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 、それで投げてみよう。同じ、またこの指は、そう、指同じ、はい、いきます。人差し指を押し込むみたいな。人差し指、どうすか。そんなに、いや、曲がってる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 。なんかちっちゃかった。また変わるんだ。でも変化変わるからね。面白い、面白い、うん、おいおい何や今の。今、球速いまま落ちたね、今。面白い、面白い。
多分奈々ちゃんの持ってるやつはちょっと緩やかな感じで沈んでるけど、はい、今のは速いものだったんですね。そう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 、これまで奈々ちゃんは確かにゆっくりしたボールがなんかもうそれこそシンカーみたいな感じ、今のは本当にストレートぐらいの速さでキュンって、怖っ、キュンってきたり、キュンってきたり、怖っ、魔球じゃないですか。おお、すごいな。何今、いや、ツーシームだから。ツーシーム、何今のっていうか、ツーシームス今ツーシームだから今。面白い、ツーシームだったから、いろいろ投げるの面白い。おいおいいいスイスイス、これ投げられたら右バッターもうやばい、逃げるわ、逃げちゃうわ、私も逃げます、逃げますよね。いや、ありがとうございます。どうですか、うん、面白い、こんなにかかると思わなかったんで。そうですね、あの本当握りに応じてさ、こう変化って変わっていくんで、うん、試合で自分がこの握りはどんぐらい曲がるんだなっていうのを理解してれば、うん、場面に応じて使えると思うんで、ぜひとも、はい、自分の野球でも使ってもらえたらと思います。はい、鬼スイムと鬼スライダー。はい、そうです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いっぱい投げたんで、はい、あの肩のケアはしっかりしてもらって、はい、やってください。はい、はい、というわけで今回奈々ちゃんにスライダーとツーシーム教えさせてもらいました。はい、ツーシームの方はマジですごかった。面白かった、自分でも楽しすぎて。あれはちょっと後であの映像あげますんで、はい、見てもらいたいと思います。はい、はい、本日コラボしてくれました奈々ちゃんの SNS ですね、はい、動画のリンクに貼っておきますんでチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうっていうことで、はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます、2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。うん、別に動画のコメントというだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします。はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。I'm not afraid to die.